から旅に出たいと思います。本州最北端の岬まで行けたらいいなと思ってるんだけど、ほら山梨県道10号気持ちいい。まあ、熊に会わずに安全に旅をしたいと思います。かっこいい株だねっておじさん声かけてくれて、お姉さん何も言わないけどいいの？あいよ、もう南京里の道の駅のところまで来たんだ。早いな、まだお腹いっぱいなんだけど。これだ、これですね、道の駅南京里。はい、ここに寄ります。この辺でいいや。なんかバイク用駐輪場とかないのかな。おいしょ。ね、残り113キロ、あと113キロで本日のお宿に到着します。お宿にはね、多分5時前後に到着する感じになると思います。まあ、前回ね、その北海道旅の時にもテント泊しないんですかっていう質問を結構もらったんだけど、やっぱりね、ロングツーリングの時はちゃんとベッドで寝たくって、っていうか布団で寝たくって、20代30代の若い頃だったらね、まあ、テントとシュラフ持ってあちこちね、安いお金かけずに旅をしたんだろうけど、さすがにもう年齢的にね、そういうのができる肉体でもないので快適にゆるゆる旅をするのにね、テントを疲れた体で設営して硬い地面で寝て次の朝撤収してっていうのは、なかなかそれで2週間とかやったらね、もう帰ってきたらマジ寝込みそうなので、キャンプと旅は別物として考えております。キャンプはね、キャンプするときはもう本当に近場、もう静岡県内のキャンプ場か、まあ、せいぜい山梨ぐらいのキャンプ場で近いところに行って、まあ、1日のんびりするみたいなのが私のキャンプの楽しみ方なので、いやでもね、同じ世代のね、おじさんとかね、テント持って北海道なんかね回ってる人とかいて、 すごいなって思うんだけど、ちょっと私は長旅ロングツーリングの時はもう布団で寝たい、おばさんだからもう無理はしないという旅のスタイルでございます。南牧村1300、あ、長野県入った。ここから、あ、野辺山宇宙電波観測所右前に来たところだ。野辺山のね、あのパラボラ、でっかいパラボラアンテナがある、パパが大興奮した場所がこの辺なんだけど、ちょっと今回はスルーして先を急ぎます。わあ、ほら24度だもん。さっきさ31度だった山梨24度ですよ、この気温差。そんで今度あれかな、新潟とか行ったら体温ぐらい気温上がるのかな。まあ、それで今回もね、長距離ツーリングということで、まあ、下手したらね、片道で1500キロぐらい、往復で3000キロぐらい走るかもしれないので、旅に出る前にまたね、バイク先生のところにバイクを持って行って、いろいろね、メンテナンスをしてもらって、バイクのコンディションも整えてきました。
でね、今回ね、チェーンをバイク先生の提案で、通常ね、ノーマルでついてるチェーンじゃなくて、シールチェーンっていう、普通はね、大きいバイクにつけてある、オイルが入っているものっていう、ちょっとよくわかんないけど、ちゃんと説明してもらったんだけど、通常は、原付小型車っていうのは、ノーシールチェーンって言って、オイルの入ってないチェーンが、軽いチェーンがね、ついていて、なので、オイルを刺したりして、走り滑らかにね、チェーンが回るようにするらしいんだけど、250cc 以上ぐらいのバイク、まあ、400cc とかのバイクにはもう普通にシールチェーンっていうオイルが入ってる重たいねチェーンがついていて、まあ、要するに高速道路とかを高回転で長距離走るみたいな大きいバイクだとねっていうことでそのチェーンがね使われてるみたいなんだけど、私の場合は高速道路は走らないものの、毎回毎回ね、1回の旅で1000キロ2000キロ走って帰ってきたりとか、1日にね200キロ250キロとかを毎日走ったりするので、なんかバイク先生曰く普通の他のね通勤とかに使ってるような株とはそのチェーンのへたり具合が違うというか、なんか私のチェーンは毎回焼け焦げてるらしくて、でもう下手するとね、なんか長距離ツーリングに出た行ってる最中に焼け焦げて切れちゃったりするちょっとね可能性もあるのでっていうことで、で実際ねチェーンがやっぱり緩んでるなっていうのがだんだん最近感覚で分かるようになってきて、まあ、ギアがねすごいこう入りづらいというか、旅の終わりぐらいの頃にちょっとギアが入りづらくなってくると、あ、もしかしてこれチェーン緩んでんのかなみたいな感覚で分かるようになってきたので、もうねそんなね毎回焼け焦げてていつ切れるか分かんないよみたいに聞いちゃったら、ちょっとねギアの入りが悪くなっただけで割とビビっちゃうかもしれないから、旅の最中にやっぱりなるべくねマシントラブルのリスクは減らしたいので、ということで今回ねシールチェーンに変えてもらったんだけど、ただねちょっとね値段は通常のねノンシールチェーンの3倍ぐらいするので、まあ普段ね通勤とかしかバイク使わないような原付とか使わないような人にとってはあんまり必要ないものかなと思います。ただね特に株乗りの人はねちょっと距離バカ的な乗り方をする人がね結構多いから、まあ私もそうなんだけどそういう人はねやっぱりつけといたら安心なんじゃないかなと思う。まあ私のカブちゃんはねもうクロスカブの新型には黄色がないので、このカブちゃんを大事に乗りたいということで、カブのメンテにかけるお金はなるべく惜しまないようにしています。あ、29度になった。だんだん気温が上がってきた。さっき24度だったけど5度も上がったぞ一気に。あ、小見町に入ります。まだ標高 1000m だ。それでも、あ、1020m、それでも標高 1000m なんだ。小見町の町なんだ。小見もね昔スキーで来たような、来てないような。まあそれこそ昔スキーで来た頃はね高速とか使わないでずっと52号線で下道でね来てたから、めちゃくちゃ遠いなって思ってたけどね、今やカブで来てしまう。お、佐久市だ。佐久市でどこ。あ、辰岡300メートルって書いてある。これだ。どっから見えるのかな、展望台。すいません、展望台って歩いてしか行けないですか？車でも行けます？バイクですはい、あ、なん
か違う方から行くんだ。よいしょよいしょ。結局歩くんかよ。ああこれか。よいしょ、ああよいしょ。疲れた。星だ。星の形ほら、今ね、真ん中がね、あれ小学校になってるって。小学校のグラウンドになってます、五稜郭。疲れた、すげえ疲れちゃった。だからね、歩いて行っても多分小学校の校庭が見えるだけで星の形が見えないよっておばちゃんが言ってたけど、確かに上から見たらね、お堀っぽいものが外にあんのかな。なんででっかい声で言ってるかっていうと、熊出没注意の看板を見たからです。ビビりながら撮っております。日本に2つしかない五稜郭のうちの1つということです。これは確かに上から見ないと全然意味ないね。なんかね、春はね、桜がすごい満開になってめちゃくちゃ綺麗みたい。ここがね、五稜郭、星の形をしてます。ということで五稜郭でした。もっと普通に整備された道とね、整備された駐車場があって楽に展望台に来れるのかと思ったら、なんと険しいことよ。っていうかこれ合ってる？私合ってる？これ道、こんな道来た今。元ブログで紹介してもなかなかここにたどり着けるバイクは少ないかもしれない。今ね、月のアグマが出てきたら戦うしかない。さあ下り頑張るぞ。ダートがね3キロぐらい続いてたから、これオフロードとかだと楽しいかもしれない。上はね行き止まりだけど、よいしょ、行きます。はいはいはい、よいしょ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 、はい、はあ、はい、オッケー。わあ、わあ、
うわ、大騒ぎでした。よいしょ。わっと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 、わっとっとっと、ほら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 、まだ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 油断は禁物。はあ、ビビったビビった。あ、やった、到着。よかった。あぶだぶだぶだ、最後の最後に来て転ぶとかないよ。よいしょ。はい、終了。あ、展望台まで 1.5 キロ。1.5 キロか、 1.5 キロの林道なんだ。さあ、よかった、なんとか降りました、無事。なかなかな、なかなかな冒険でした。これはまさかダート走ることになるとは。何も下調べしてこないからこういうことになるんだよね、多分さ。普通はちゃんと Google マップとかで道見たりとかして、わあこれはダメだなとかちゃんと判断して行くんだろうけど、何もね気にしないで、あの上から撮った写真をなんかネットで見て、うわこれすげえ上から見たいと思って、ただそれだけで行ってるので、そこまでどうやって行くとか何も考えてなかった。まあ、なかなかちょっとね1日目から刺激的な体験をしました。林道を走るなんて思ってなかった。到着予想時刻は16時40分、ちょうどよくね。一応ね5時にチェックインっていう風に予約してます。湯畑見に行こうかと思ってるけど、疲れてもう部屋に入ったらもういいやってなるかも。そもそもね、まあせっかく草津温泉に泊まるんだけど、私温泉が苦手で。で結構ね、あの普段のお風呂ももうすぐのぼせちゃうから、もうカラスの行水というか、ほぼほぼ3シーズンシャワーだけみたいな。まあ温泉好きの人に言わせるとね、すごいこう人生損してるって言われるんだけど、うちのパパとかも温泉好きだから、めっちゃ人生損してるよねって言われるんだけど、まあそう言われてもね、もう調子悪くなっちゃうから。まあ損してるのかもしれないんだけど、しょうがない、もう体質だから。お酒もめちゃくちゃ弱くて、お風呂も熱いのダメだし、お酒もね本当飲める人とか羨ましいなと思うんだけど、お酒飲んでね楽しい気分になってる人とか見るとね、あのどんだけ弱いかっていうと、本当に普通にグラスの半分ビール飲んだだけで顔真っ赤っかになって、で一杯とかもう飲んじゃったりしたら、もうなんかあちこち痒くなってきちゃうぐらいアルコールに弱いので、よくね飲めないとかっていうとね、嘘でしょみたいに言われるんだけど、しかも私なんかすごい飲める人に見られがちで、飲めないっていうとね絶対嘘って言われるんだけど、本当に飲めないんだよね。軽井沢町入った。中軽井沢の前でバッテリーが切れてしまいました。ということで今ねセブンイレブンに泊まってバッテリー入れ替えました。そんなことをしていたらね、どうやら道の駅営業時間内に着かなそうなんだよね、草津の。場所的にね、次の日滋賀草津高原ルートに行くなら軽井沢の辺に泊まれば近いかなと思ったんだけど、まあ考えてみれば当たり前だけど、やっぱり軽井沢ね高級リゾート地だからね、もう ホテルがめちゃくちゃ高くて、多分ね例えばお金出して泊まったとしてもね、カブで入ってったら恥ずかしいようなところなんじゃないかな、きっと。とか思って、あの佐久市のあたりまではホテルが安かったんだけど、佐久だとねちょっと次の日結構距離がねいっぱい走んなきゃいけないなと思って、それでね草津の安い、たまたま見つけた安いビジネスホテルを取ったんだけど、あのホテルのねアプリなんかで探すと結構なんか高級なホテルとかしか出てこなくて、多分ねあの Google マップとかで出てくるようなやつに電話して自分で予約取るとか、そういう方がきっと見つかったんだろうけどね、なかなかそこまで
豆じゃないので、うわ寒い寒いよ。こんなねスケスケメッシュで走ってる人多分私だけだと思うな寒い。ちょっとこれマジどっかで着ようかな。もう完璧道の駅どうせ間に合わないしな。あ、つまごい村、群馬県入った。群馬県入りました。っていうか軽井沢って群馬県じゃないんだっけ、長野なんだっけ。お、23度だもんだって。この辺どっか泊まれっかな。この辺泊まれる？北軽井沢。あ、なんかこの辺泊まれそう。ちょっとこの辺泊まって、この辺でちょっと写真撮ったりしちゃおうかな、ついでに。はい、あ、よかった、あったかくなった。ちょっとメッシュ寒かった。いや、明日何着ようか迷うな、これ。到着時刻が、道の駅到着時刻が5時を過ぎてしまったからね、多分もう開いてないんだよな。ショックショックショック。まあ先をね急がない旅だからって言って、のんびりしても余裕があるくらいのルートを予定してた割にはやっぱり最後切羽詰まっちゃうんだよなで、明日の予定はね、滋賀草津高原ルートを通って燕三条まで行きます。明日はね燕三条の駅の本当にすぐ近くにホテルを取ってるので、結構街中なのかな、わかんないけど、燕三条のね道の駅があって、その道の駅のすぐ近くのホテルです。あ、草津町入った、草津町入ったよ。上がらんよカブちゃんが。明日ね滋賀草津高原ルート、天気悪くて霧とか出てたらもう最悪だよね明日天気いいはずなんだけどな。あ、メロディーライン、バイクじゃ無理か。何が聞こえんの、曲名草津節。さあ聞こえるでしょうか。聞こえるわけないかバイクで。あ、閉まっちゃった。ああ。はい。というわけでですね、草津、道の駅草津運動茶屋公園は到着と同時に終了でした。そしてね、ビジネスホテルアゼリアはね、もう500メートル先だって。どこなんだ、あった、これだ。